ランニング専門 TV 整体師ゆうじろうです。本日はですね、ランニングをしていると足が重くなる、その改善方法についてあなたにご紹介させていただこうと思います。つい最近ですね、質問がありまして、走っているとだんだん足が重くなってしまいます。特にふくらはぎの方が重くなってしまうんですが、どうしたらいいですかという質問があったので、それにお答えさせていただこうと思います。走っているとだんだん足が重くなってしまう原因というのは、実際にクライアントさんを見させていただくと、大体こうルールというか決まったような原因になっています。それがですね、こちらふくらはぎとか足の絵を描いているんですが、このふくらはぎの中でもちょっと下のあたりですねの筋肉が硬くなってしまっていたりとか、あとは足の裏ですね、このあたりが硬くなってしまうと足の重さというのをだんだん感じてきてしまいます。この赤丸の場所には何があるかというと、アキレス腱だったり、それよりもっと深いところにあるヒラメ筋と言われる筋肉だったり、後脛骨筋と言われる筋肉がここの赤丸にはあります。でこの足の裏には足底筋膜という足裏に張っている筋肉があります。この赤丸の場所というのは、立っていても座っていても心臓よりも低い位置にある場所なので、かなりむくみやすい場所になってきます。でさらにランニングの時とかもかなり使用頻度が高いような場所になるので、要はですね、このふくらはぎの下のあたりだったり足裏のあたりというのは筋肉が非常に硬くなりやすい場所ということなんですね。ですので普段からしっかりケアをしておかないと、走っている時に足が重くなってしまうという症状は一向に抜けないです。ですので本日はこの赤丸の場所ですねにある組織を柔らかくする方法というのをあなたにご紹介させていただこうと思います。はい、それではまずはふくらはぎの下のあたりを柔らかくする方法をご紹介させていただきます。まずはですね、ふくらはぎの真ん中ですね、真ん中のあたりに両方の親指を当てて、でこの親指でふくらはぎを骨に押し当てるようにギュッと押し付けます。押し付けたままですね、この足首を下にパタッと倒します。そうすると押さえているところがちょっとうっと痛くなるかなと思うんですが、このままですね5秒間キープします。 1,2,3,4,5 で足首を緩めます。で今度はですね、押している親指の位置を指1本分今度かかとの方に近づけていただいて、またふくらはぎをですね骨に押し当てるように押して足首を下に倒します。また5秒キープします。 1,2,3,4,5 で戻します。でまた親指を、かかとの方に指1本分ずらしていただいて押し付けて足首をまた下に倒します。で5秒キープします。 1,2,3,4,5 これをですねかかとの近くまで順番に行っていきます。押して倒して 1,2,3,4,5 あと1回ぐらいですね。押して倒して 1,2,3,4,5 でかかとの近くまで来たら、またふくらはぎの真ん中に戻っていただいて同様に行っていきます。押して倒して 1,2,3,4,5 指をずらして押して倒して 1,2,3,4,5 これをですね順番にこう行っていただきたいんですが、大体1分間ですね、1分間ほど行っていただくと、最初押している時よりもだいぶ押している時の痛みというのが抜けてくるかなと思います。これによってヒラメ筋という筋肉がマッサージされてきます。で次にですね、このすねの内側を触っていただきたいと思います。そうすると硬い骨があるのがわかると思うんですが、次にケアしていきたいのが後脛骨筋と言われる筋肉です。でこの後脛骨筋という筋肉はすねの骨の真裏についているので、このすねの内側の骨ですね、骨を見つけていただいたら、今度は両方の親指でこの骨の裏ですね、裏をグッと押すように指をめり込ませていきます。でめり込ませていただいたら、また足首を下にグッと倒していただいて5秒間キープします。 1,2,3,4,5 でこの時もですね、すねの大体真ん中の骨の裏から始めるといいと思います。で5秒終わりましたら、同じで今度は内くるぶしですね、内くるぶしの方に親指1本分をずらしていただいて、また骨の裏を押すようにしていただいて足首を下に倒して5秒間キープします。 1,2,3,4,5 で戻して、またずらして倒して 1,2,3,4,5
2、3、4、5で戻して、またずらして押して倒して1、2、3、4、5。これはですね、内くるぶしの上のあたりまで順番に行っていきます。1、2、3、4、5、あと1回ですね。押して倒して1、2、3、4、5で戻して、でこれもですね、内くるぶしの上まで終わったら、またふくらはぎの真ん中のところ、すねの骨の真ん中ですねに戻っていただいて、またすねの骨の裏を押して同じように行っていきます。1、2、3、4、5。でこれもですね、先ほどのひらめ筋と同様に1分間行っていただけると、後底骨筋はかなり緩んできます。以上がふくらはぎの下のあたりにある組織のケアの方法になります。次にですね、足裏です。足裏を柔らかくする方法をご紹介させていただきます。まずはあぐらのような姿勢をとっていただいて、つま先です。つま先はしっかり下を向くような形、まずはこのようなポジションになっていただきます。そしたらですね、大体このかかとの近くの足裏ですね、を両方の親指でギュッと押していただきます。ギュッと足裏を押していただいたらですね、このまま足の指をですね、足がつらない程度にぐっと丸めていただきます。この位置で5秒間キープします。1、2、3、4、5。5秒経ちましたら足の指戻していただいて、今度はですね、両方の押している親指をよりつま先の方に指1本分ずらしていただいて、また足裏をグッと押します。そしてまた足の指を丸めます。で5秒キープします。1、2、3、4、5で緩めます。でまた両方の親指をつま先の方にずらして、足裏を押して、また足の指を丸めて5秒間キープします。1、2、3、4、5。これをですね、足の指の付け根の下のあたりまで順番に行っていきます。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。この押している時にですね、つま先が上を向かないように気をつけてください。下を向いた状態で行うように心がけてみてください。で、足の指の付け根の下までできたらですね、またかかとの方まで戻っていただいて、同じように行っていきます。押して丸めて1、2、3、4、5。押して丸めて1、2、3、4、5。で、これもですね、また1分間を順番に行っていただけると、足の裏の筋肉はかなり緩んできます。以上がふくらはぎの下と足裏のケアの方法になります。僕先ほど左足だけケアしていったんですが、今右足よりも明らかに左足の方が軽いのを感じられます。ランニングをしていると足がだんだん重くなってしまう、特にふくらはぎが重くなってしまうあなたは、ぜひ今回ご紹介させていただいたケアをしっかり行っていただくことによって、長い距離走ってもふくらはぎが重くなることはかなり少なくなると思いますので、ぜひ試していただければと思います。ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったら、いいね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。